パスタフローラのレイパスタフローラはアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイなど南米及びギリシャに見られる郷土菓子の名前。イタリアを発祥としタルト生地やタルトケーキを指す一般名詞としても用いられる。ショートニングを使った厚めの生地にジャムを詰めた菓子で主な材料は小麦粉、砂糖、卵、バター、ジャム、レモンのゼスト、バニラエキスである。中には マルメロジャム、サツマイモジャム、ドゥルセデレチェ、グアバジャム、イチゴジャムなどを詰める。普通は丸い形でオーブンで焼く。ベーキングトレーに乗ったアルゼンチンのパスタフローラ。歌詞の名前はショートニング生地を指すイタリア語の単語に由来し、イタリアの地元の歌詞であるクロスタータに似ている。アルゼンチンでこの歌詞が広まったのはこの地域に 多数のイタリア系移民が入ったことに関連付けられる。ヨーロッパの菓子で他に似たものとしては、オーストリアのリンツァートルテやスパイスで味付けした果物を詰めたスイス風タルトなどがある。午後のデザートとして供されたり、南アメリカで人気のある飲み物である。マテ茶と一緒に食べることも多いが、1日のどの時間でも食べられる。ありがとうございます。